電算社食。電算社食とは、手動社職による組版作業を電算機イコールコンピュータで行えるようにしたシステムのこと。新聞社を含む印刷会社ごとに異なるシステム、CTS と、社食会社の社食機のシステムの双方を指し、印刷、出版業界内では、電算といえば電算社食のことを意味する。本項目では、日本の電算社食について述べる。 海外での社食システムがコンピュータ化されていった過程はお参照。旧来の活版印刷や手動社食の欠点を補い、ワークフローを一新するものとして1960年代に登場した。日本では、写試験が開発したサプトンシステムが初の電産社食システムで、まず大手新聞社の支社や地方新聞社などの小規模印刷から導入が進み、その後に、 朝日新聞社や突般印刷といった大規模出版社による独自のシステムが開発された朝日新聞社のネルソン、神戸新聞社のロッ等。1950年代に開発された漢字テレタイプ、通称カンテレというシステムの装置を受け継いでおり、アルファベットやカナが並んだ現在のコンピュータのキーボードではなく、打鍵する漢字の要素、 部署のようなものが大量に並んだ文字の形で社色する文字を選んで打鍵する極めて複雑な打鍵装置を使う。うつ試験の初期の電算社食機で採用された51種類の要素が並んだもの、一寸の幅という順番で文字が並んでいたので、一寸の幅配列と呼ばれるものが有名だが後期にはより複雑化した。 電算車食の打鍵は慣れると DTP より早いが、オペレーターには、活字の分線項と同じだけの熟練を要求された。編集組版ソフトウェアも、プログラミング言語と同様のコマンドの羅列で行う、バチ組版、コマンド組版などと呼ばれるため、取り扱いに熟練を要する上に、印刷するまで出力結果が全くわからなかった後期の製品にはディスプレイが搭載され、 ある程度は確認できるようになった。また、ほとんどの小規模出版で導入されていた写試券のシステムは導入コストもさることながら、フォントが活字時代のような買い切りではなく、印刷するたびに、写試券にフォント使用料を払わないといけなかった。そのため、普通のパソコンとマウスを使って組版が行え、パソコンの画面に表示されたものと印刷される。 出力結果が同じである優勝具を実現し、森沢の本とが買い切りで使える DTP が1980年代に登場すると、まず小規模印刷から DTP に置き換えられていった。初期の DTP で唯一の選択肢だった森沢の書体は、社食時代は写試験の書体よりも安価でダサいとされていたが、便利さにはかなわなかった。 電産社色は DTP よりも高速印刷、大量印刷に適しており、また初期の DTP よりも美しい組版が可能だったため、大手新聞社や大手出版社では1990年代以後も電産社色が生き残ったが、2000年代から DTP ベースのシステムに次第に置き換えられている。写し券は出版の電算化と社色化を共にリードし、 電産車食システムとフォント使用量で大きな利益を上げたが、そのために DTP に乗り遅れ、1998年には組版業界の最大手の座を森沢に奪われるととなった。なお、1970年代以降に車食機の電産化が進められる一方で、手動車食機の開発も1980年代までは続いており、その堅牢性が評価され、 1990年代までは一定の需要があった。最終的には、手動車食器もディスプレイ、メモリー、フロッピーディスク装置などを搭載した電子制御式手動車食器となり、電算車食器と遜色ない機能を備えるようになっている。特に森沢が1986年に発売した手動車食器の最終形態、ロボ15材型は、 電算車色機と同様に組版を自動で行う上に、仮印字した車色の位置をディスプレイ上で確認して調整でき、さらに簡単な作図機能も備えるなど、車色機の内部で文字盤が物理的に動作している点を無視すれば、DTP に近い機能すら備えていた。また、電子制御式手動車色機の他にも、電子制御式ではない手動車色機や、旧来の活版印刷機など、 1990年代までは予算や規模や用途に従って様々な印刷機が存在していたが、これらは経営者が高齢などの特別な理由がない限り、2000年代までにはすべて DTP に一本化された。電算車色システムの前種として、漢字テレタイプ、通称、カンテレと呼ばれるシステムがある。1950年代以前、 文章を遠隔通信する際は、モールス信号などの電信符号を機械でカナに翻訳する、カナ印刷電信が使われていたが、同音意義語を漢字変換する際のミスが起こりがちだったことか、漢字カナ混じり文を高速に遠隔通信するためには主に電書バトが使われていた。そんな中、1955年に朝日新聞社と新興製作所によって、 漢字化な混じり文を電信で遠隔通信するカンテレと呼ばれるシステムが試作される。これは、漢字化な混じり文を電信的にやり取りするための符号化コード、符号を紙テープ、参考テープに記録する文字盤付きの参考機、漢字テレタイプ、紙テープを読み取り取って符号を送信する送信機、遠隔値で受信して紙テープに記録する受信機、紙テープを読み取って印字する。 漢字テレプリンタ、当時はディスプレイがまだ発明されていなかったので、これが現代でいうモニターに相当するなどからなるものであった。1959年には各新聞社の統一文字コードである CO-59 が策定されたこともあり、1960年代初頭には日本の新聞各社においてカンテレによる自動化通時注システムが導入された。これは、 記事の受信から、活字の中蔵、社食までを自動化し、新聞社の本社や共同通信社などから配信された記事を、日本の各地域の新聞社が受信して、カンテレで紙テープ、参考テープに記録し、その紙テープの内容を自動化通時昼食機、モノタイプが読み取って、全自動で昼食まで行うシステムで、従来の手作業で打字しながら、 活字を昼食するのに比べて圧倒的な高速化が可能となった。な、自社取材記事の場合はテレタイプを使って自分で参考しないといけない。この当時のシステムは、記事の送信、受信装置、記事を紙テープに出力する参考機、紙テープに内容を記録する、カンテレ、紙テープの内容を読み取って昼食する、全自動活字昼食機で構成されていた。まだ活字であり、 社食ではなかったが、これらの装置が電算社食システムにも流用されることとなる。その後、出版業界では社食の導入とコンピューターの導入がほぼ同時に進められ、まず打つ人がサプトンシステムを実用化し、他の会社でも1970年代にはコンピュータータイプセッティングシステム、CTS と呼ばれるシステムが各社に構築されることとなる。 1920年代に、宇津市県の石井も吉と森沢忍、後に森沢を創業によって社食が発明されたが、社食は主に刃物に用いられ、本文組には従来通りの活字組版が用いられていた。宇津市県は社食を本文組版へも使用されることを目指し、1960年に全自動車食機サプトンシステムを発表。 1965年には新聞社向けの社食システムサプトン N が実用化され、1967年に朝日新聞北海道支社と佐賀新聞社に最初に納入された。また、書籍や雑誌などの本文組版を対象とした一般向けの社食システムサプトン P も1968年に実用化され、1969年8月に ダイヤモンド社に最初に納入された。サプトンシステムは全自動車色機、サプトンとテープ編集機、サプテディターで構成されており、テープ編集機で紙テープ、参考テープに記録された文字コードを全自動か通時中色機で読み取って組みする形であった。サプテディター P では制御部にリレーを用いた組み処理機能が組み込まれた。サプテディターは 後にトランジスタを用いて電子化され、より高度な組版処理機能が組み込まれたが、テープ編集機に対する組版処理機能の拡張要求は増加する一方であり、その全てをハードウェアだけで実現するのは困難だと判断された。そのため、写試験はコンピュータを用いた編集組版ソフトウェアの開発に着手する。1969年に発表されたサプトン。 A システム用に開発されたサコルが日本初の一般印刷向けの組版ソフトウェアである。編集組版用ミニコンピュータとしては PDP-8 が用いられ、これは171年に日立製作所の日タック -10 に置き換えられた。当時のコンピュータは OS に相当するものを持たなかったため、OS 相当のプログラムなども写し券が自社で開発した。 紙テープ編集ソフト、サコルの登場で、紙テープ編集機、サプテディターはその役目を終えた。サプトン A は1970年に、アサヒ印刷工業、漢方などを印刷している、群馬県の印刷会社に納入された。これが、日本初の電算社食システムである。新聞社向けのシステムも同時に開発され、同年に、神奈川新聞社に納入された。 1972年のサプトン・スピッツシステムでページ組版に対応。1976年にはサプトン時刻表組版システムにより日本交通公社発行の時刻表が電算車職となった。1970年代から1980年代にかけてはサプトンシステムの小型化、低価格化、高機能化が進められ、 車色を確認するディスプレイが搭載され、メディアは紙テープからフロッピーディスクとなった。DTP が普及する1990年代まで、写し券のサプトンシステムは日本の小規模印刷における標準的な電算車色システムとして非常に普及した。特に小規模印刷で大きなシェアを得たサプトンシステムだが、小規模システムは DTP への移行が早く、 1980年代から1990年代にかけて Mac を使った DTP ベースのシステムに置き換えられた。なお、サプトンシステムをほぼ独力で開発した写し券の藤島正宏、2014年に死去はサコルによるコマンドベースの組み派を DTP によらずに代替するものとして晩年は XML ベースの XSL。 ォーマティング・アブジェクツの普及に携わっていた。ネルソンは朝日新聞社と IBM が共同開発した電算社色システムである。1980年に稼働し2005年まで使われた。日経新聞社のアネックスも朝日新聞社のものと同時期に IBM が開発した。突破印刷は1968年に 電算社食システム、コンピュータタイプセッティングシステム、CTS を富士通と共同開発した。2006年に電算時代の編集組版ソフトウェアのコマンドを XML ベースで置き換え、Adobe Indisin のプラグインとして提供する次世代 CTS となった。森沢は MC 型手動社食機の成功で、手動社食の時代には移し券に続く組版業界、 第2位であり、1976年には、電子制御式の主導車色機 MC、MC-100 型、1978年には、ブラウン管ディスプレイを搭載して、車色の印字を、史上初めて肉眼で確認できるようになった、モアビジョンを発表するなどしていたが、電産車色への動きは、かなり遅く、森沢と、ドクライノタイプ車との合弁会社である。 森沢ライノタイプ社によって1980年に発売されたライノトロンが森沢による最初の電算社食器となった。1985年、ライノタイプ社は DTP において Apple や Adobe などと提携する。Adobe は日本の DTP 業界に進出する機会を伺っており、また森沢も DTP に興味を持っていたことから森沢は ライノタイプの中介で1986年に米アドビ社と提携し、1989年にアドビよりポストスクリプト日本語フォントのライセンスを取得。同年には日本初のポストスクリプト書体となるデューミン L キロリットルと中五シック BBB が搭載されたプリンターレイザーライター NTXJ がアップル社より発売され、日本における DTP 元年となった。 1990年代に入ると DTP は電産車色を急速に置き換え、森沢は1998年には燃焼ベースで写し験を抜いて業界トップとなった。特に1970年代から1990年代にかけて非常に広範囲に使われた写し験のフォント、ゴナとよく似たデジタルフォントが森沢の 新語として1993年に発売されたことが大きく、う津試験は1993年に森沢を訴えたが2000年に敗訴した。2000年代以降は大規模出版を含むほとんどの出版が Adobe i n d インベー n の DTP に置き換えられ、う津試験を除くかつての社食メーカーが DTP 向けのフォントの販売を行っているほか、 インディスインでは使うのが面倒な日本語の大規模自動組版向けのソリューション、森沢の MC スマートなども存在している。うつ市圏は DTP への対応を全く言っていない。そもそもうつ市圏は情報公開に消極的で2000年に社食用フォントを発表して以降の発表がなく公式ウェブサイトすら存在しないため、 DTP 時代への対処を検討しているのか、していないのかすらよくわかっていない。2011年の第15回電子出版エキスポに、宇都試県が出展し、宇都試県の名作フォントである、粉や、ナールをデジタルフォント化する予定があるとのアナウンスを行ったが、2018年現在でもデジタル化されていない。鉄道のサインシステムは、9。 国鉄のスミマルゴシックを使う JR 東海を除いて、写試験のフォントが使われていたが、電算車色の技術を持つオペレーターが少なくなっているため、DTP を使用せざるを得なくなり、看板が古くなって交換する2010年代以後に、写試験のフォントとよく似たデジタルフォントに次第に置き換えられている。手動機に対する電算の利点は、以下のようなものが挙げられる。 早く組める、大幅に直せるということにつながる利点は、後で直せるからという意識につながり、原稿を組半工程に回す前段階で綿密に行われるべき編集者の原稿整理や構成、レイアウトなどがおろそかになった、誤植、誤報につながるという指摘も多い。暗算による字数計算に基づく紙面レイアウトなどの活字時代には編集者の基本とされた技能が、 組版技術の進化と反比例するように衰退したとも言われる。それは DTP 時代になると、かつてならばありえなかったであろう。仮組、とりあえず組んでみて、レイアウトを調節するなどが行われることにつながる。Windows や m a c i n t o s h 上で動作する DTP が、電算社色に比べて安価であることから、現在では、全体的な傾向としては DTP が、電算社色にとって変わりつつある。 しかし DTP では希望する書体が使えない和文の組みルールへの対応が甘い、あるいは数式と和文の混在したページを満足に組めないなどの理由から現在も相当の需要、使用状況がある。なお、当初は写真食事の機構を電算機で管理、制御していた電算社食であるが、ポストスクリプトへの対応やウィジーウィグを実現したシステムも登場してきており、 DTP との境目はかなり曖昧になってきてもいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。